いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでミケさんですね。はい、いつもありがとうございます。プリズムホビー EPL イングリッシュプレミアリーグサッカートレーディングカーズ、うん、サインは1枚で、あとね、この辺がまだカラーブラスト見てないんですけど、レアなインサートというか、出現率はちょっとわかんないですね、どんな感じになったのか。アメフトとまた違うからね。じゃあ、前から開けていきます。で、 RCU はね、かなりランダム性が強いんですけどね、一応仕分けしておきますので、届きましたらね、すべてのカードをご確認ください。で、シリアル、はい、お、カゼミールだと、シルバーですね、これが99、カゼミールさん、いいとこで活躍してましたよね、ワールドカップのね。はい、シルバーは4枚5枚ぐらい出てくるのかな。ルーキーの出現値はもうランダムです。箱によってなんか結構ばらつきあるなという感じです。運次第という。はい、これはノンシリのプリズムですね、うん。はい。これも数枚出てきますね、このパラレル。で、インサート。あ、ヌネスだ。ね、3枚も後半出てきて。リバプール、なんかリバプールが結構いますね。ひっくり返ってるかも。ひっくり返ってる、サインだ。サインがここで、赤色はいろいろね、競合多いよね。誰だろう。あ、シリアル入ってる。オーフェルマウスさん、はい、レジェンドの王だよね。149のシリアルと49のシリアル5番。あ、シルバーだ、いいね。うん、ちょっとステッカーの下ね。うん、まあでも本当は入ってればいいんですけど、こういうのも味わっていいですね。最後まで、うん、頑張ってこう書いたなっていうはい、まあなかなかでもね、枚数書いてるとブレてきちゃうな、うん。はい、シリアル入りのサインは今日初めて見ました。結構レジェンドもいいところなんか多いような気がしますね。なんか出現も面白いような。あ、アルバレス出ました。まあ、アルバレスかガルナチョさんは出てほしいかなって感じに。あ、でもシルバー49って少なくないですかね。そうでもないのかな。なんかね、はい、これハイパーキャッシュさん、ルーキー。あ、このボックスは結構ルーキー出るやつ、出ないとこの分の1ぐらい、うん、ね、結構な3になりますよね。青パラ、はい、コルビルさんっていうの、ルーキーだ。カンテ、カンテシルバーとルーキーの青、うん、今ルーキー3分の1ぐらいですよ。まあ出てる方かも。なんかポッターさん今日ね気になっちゃうの初めポッターさんのパラレルぐらいからこう何回かこう見てたの。ね、カレードスコープ。これ光ってないやつですけど。ハイパーはマウント。リシャルリソンだ。メンツがいいですね。結構シルバーが箱で何枚っていう感じでこうね、表記され始めたので、アメフトもそうですけど、結構シルバーの、あ、ピンクですね。ピンクはこれシリアル入ってるんですよ。はい、あ、ロコンガだ。
ベルギー代表でしたっけ。はい、199でインサート、ソン君見ました。あと4パック、まあサイン出てますんで、あとはパラレルかなんか希少なインサートが出ればという感じ。インサートのシルバーもあるんでね、本当ルーキーがよく出ますね。はい、ルーキーのハイパーとエゼ君、はい、赤もじょ、これもシリアルですね。はい、ザハさん、99。あと2パック。はい、ルーキー。ちょっと文章が見えますが、文章のこのシルバーが箱行き？あ、箱1？ね。はい、イヘアナチョさん。はい、ハイパーで、デヘアさんがモジョ、でラスト、ボビー・クラック、ジョルジンで、インサート、ルーク・トーマス。はい、オナーナさん、ルーキー2枚となりました。で、開封終わりました。よいしょ。シリアルは、スリーブ入れて、ロダー入れて、ちょっと今、あともう数分ぐらいでちょっと、宮本さん来ちゃうのかなっていう感じですけど。まあ、どの道ちょっと今片付けるので、シリアル以上はローダーに入れますね。サインのシリアルは初めて出ました。でも前、そっか、パープルの99からしかなかったとか、そんな感じでしたもんね。なかなかだから引かなかったんですよね、サインに関しては。確かそんな気がします。はい、ということで、シリアル5枚出たんだ。あ、赤と赤文字に青とピンクですね。うん、で199からっぽいんですよね。だから結構いいんじゃないかなと思います。うん、299からにすればもっとこうね、パック1ぐらいいけたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、あんまり多くなっちゃってもね。じゃあな、5番じゃない、わかんないな。はい、ということで、レジェンドのサインが、あ、レジェンドノートじゃなくて通常のであるんだ。レジェンドもシグネチャーにあるんだ。あ、なるほどね、今気づいた。レジェンドってサインのシリーズしかないのかと思った、レジェンドたち。はい、じゃあこちらでね、今日発送します。ありがとうございました。